江田賢治、江田賢治、江田賢治、1956年4月28日体は、日本の政治家、通算官僚。衆議院、議員、6期。民進党代表代行、維新の党代表、第2代、共同代表、初代、U.I. の党代表、初代、みんなの党幹事長、初代、内閣総理大臣秘書官、橋本内閣等を務めた。 岡山県岡山市生まれ。父は、警察官。岡山大学教育学部附属中学校。岡山県立岡山三沢山高等学校。東京大学法学部第一類。司法コース卒業。東大在学中は、合コンや麻雀に明け暮れていたが、司法試験を受験し、論文式試験に合格した。また、国家公務員一種試験にも合格し、 省庁訪問をするも大倉省を寄避して1979年、通商産業省、現経済業省に入省した。通産省では、大臣官房総務課、生活産業局、資源エネルギー庁等で勤務した。1987年から1年間、アメリカ合衆国ハーバード大学国際問題、研究所に留学。通産省に復帰後、1990年から、 首相官邸に出向して、海部内閣、宮沢内閣の下で、内閣副参事官を務め、首相の施政方針演説の下書きを担当していた。1992年より、再び通産省に復帰し、産業政策局総務課長補佐、経済協力室長を経て、1994年の村山内閣発足により、橋本龍太郎通商産業大臣事務秘書官、 1996年、橋本内閣発足により内閣総理大臣秘書官、政務担当に起用され、行財政改革等の構造改革、いわゆる橋本行革推進の旗振り役を務める。1998年、橋本首相の退陣により、通産省へは戻らず、そのまま退官した。退官後は、ハワイで過ごす。2000年、 神奈川ニック選出の衆議院議員だった、菅義偉の勧めもあり、第42回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、神奈川パックから出馬したが、無所属の改善職の中田博に惨敗。2001年4月より、党員横浜大学客員教授、日本環境財団理事を務める。二千二年、中田の横浜市長選挙出馬に伴う神奈川パック補欠選挙に、 無所属で出馬し、自民党新人の山際大志郎ら4人の対立候補を台で破り、初当選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、神奈川パックで民主党前職の岩国哲と比例東京ブロックから国替えに2000秒弱の僅差で破れ、落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙に、神奈川パックから無所属で出馬し、 民主党前職の岩国、自民党新人の福田孝之を破り、2年ぶりに国政復帰、岩国、福田はいずれも比例復活。2009年、自民党を離党した渡辺義美、山内光一、広津元子、民主党を離党した浅尾慶一郎に枝を加えた5人でみんなの党を決闘。枝は、党務担当役員、パートナー、党務が正式名称に起用され、 パートナー、東武の役職は後に、幹事長に変更された。2013年春頃から、幹事長の立場で、渡辺義美代表の党運営を批判し、党の政治資金の使途の透明化や、参議院議員選挙の公認手続きの明確化を求めていたが、8月7日のみんなの党、両院議員総会で、渡辺が枝野幹事長会議を発議し、幹事長を更迭された。 同年12月9日、枝を含むみんなの党所属議員14名が、離党届を提出し、枝の離党届は受理されず除名処分が下った。その後、枝を含む離党届を提出した14人に加え、枝が幹事長を解任された際に離党していた柿沢、水戸が合流して、湯合いの党を決闘し、代表に就任した。2014年9月、湯合いの党、 日本維新の会の合流による維新の党の決闘に参加し、旧日本維新の会代表の橋本通る、旧 UI の党代表の枝が、維新の党の共同代表に就任した。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、比例南関東ブロックへの重複立候補を辞退し、維新の党公認で神奈川パックから出馬。自民党前職の福田隆之を4万病町の、 大差で破り、五選。選挙後、橋本が共同代表を辞任したため、共同代表の役職が廃止され、新設された代表に枝が就任した。2015年5月17日、維新の党が最大の政治課題に掲げてきた大阪都構想が、大阪市特別区設置住民投票で否決され、党最高顧問の橋本徹大阪市長は、 市長任期を満了した上での政界引退を表明。枝も責任を取り、維新の党代表を辞任。5月19日の両院議員総会で公認に松野来級幹事長が選出された。2016年3月27日、民主党、維新の党の合流により決闘した民進党に参加。決闘にあたり、代表代行への就任を打診され、 新党結成を実現させた松野氏が就任すべきだ。として誇示したが、松野が枝を推薦したため、民進党代表代行に就任。2017年3月14日、旧維新の統計議員ら13人で、民進党内に新たなグループ、枝グループを発足させた。2017年9月14日、衆議院決算行政監視委員長に内定したが、 安倍晋三首相が9月28日招集の臨時国会冒頭で衆議院を解散したため選任されなかった。10月22日投開票の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明したが、 枝は希望の党や立憲民主党への合流を見送り、無所属での立候補を表明。神奈川パックでは、自民党前職で現職の内閣府副大臣だった福田孝之、比例復活が衆院解散直前の9月25日に離党届を被下げし、希望の党公認で東京高区に国外して出馬したため、自民党はかつてみんなの党で、枝の同僚だった現職の三谷秀博を、 神奈川パックで擁立した。なお、三谷は福田が国外した東京国からの立候補経験がある。枝は十二年ぶりに無所属で、神奈川パックから出馬し、三谷らを破り六選を果たした。当選後の記者会見で、民進党籍を残したまま衆院選に無所属で出馬し、当選した衆議院議員での新たな会派の結成に言及。十月二十六日、枝を含む、 衆議院、議員13人で、院内会派、無所属の会を結成た。日本国憲法の改正に賛成だが、日本国憲法第9条の改正には反対。緊急事態条項の創設には賛成であり、自民党が打ち出した憲法改正論議において、環境権、財政規律条項、緊急事態条項の3項目について優先的に議論する方針については、 国民的な合意が得やすいところからやっていこうと言うのは一つのやり方だと述べ、理解を示した。2014年5月24日、東京都内で講演した際、合流を施行する日本維新の会、UI の党の間で調整していた共通政策に自主憲法制定を盛り込む方針について、絶対にダメだと強調し、民主党の一部などを巻き込んだ野党再編の障害になると訴えた。 2014年5月12日、BS11 のテレビ番組に出演し、自らが代表を務める、ユイノ党及び、日本維新の会の合流により結成される新党に、関して、新党の基本政策や綱領に、違うよと言って出ていく人は、法内と述べ、憲法改正や、集団的自衛権の行使容認をめぐり、見解をことにする日本維新の会の所属議員は、引き止めない考えを示した。 また、集団的自衛権の行使容認について、本当に行使を容認しなければ、国民の生活が脅かされるならば考えるが、個別的自衛権の範囲で対応できるのではないか、意図を持って、今は限定と言っているが、将来〇〇集団的自衛権を認めたい勢力がいる。この際、ありの一決でも開けておこうと思っているのではないかと、述べ、行使容認に慎重な姿勢を示した。 2014年11月9日、消費税率の10%への引き上げを先送りする方針を決定した安倍晋三首相に対し、これまでの方針の大転換だから、やはり国民に真を問うべきだと述べ、衆議院の解散による総選挙の必要性を主張した。一方で、同年11月21日の衆議院解散後には、何のための解散なのか、国民そっちのけ解散では、 安倍首相による衆議院の解散を批判した。日本の核武装について将来にわたって検討すべきでないとしており、比較三原則の持ち込ませずの部分についても議論する必要はないとしている。原子力発電についても日本に必要ないとしている。選択的夫婦別姓制度の導入に賛成。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。